ホリエモンチャンネル。はい、皆さんこんにちは、レタカミです。こんにちは、寺田ゆきです。ということで本日はゲームホリエモンチャンネルということでですね、本日のゲスト早速ご紹介します。よむねこ代表の新清さんです。新です。よろしくお願いします。新さん、新さん、今日はですね VR 会ということで、はい、なんかもう早速体験をさせていただけるという話だったんですけど、はい、早速体験しちゃっても大丈夫ですか？準備してありますので。ありがとうございます。これどんなゲームなんですか？VR 脱出ゲームというふうに言っておりまして、はい、まあ、VR の中で2人で共同プレイをしながら、まあ、隠されているあのこの弾が隠れてるんですが、これを探してそれを破壊しながら進めていくというゲームです。わあ、協力プレイしないと。おげんさん、できんのかな？おい、なんで不安なんですか？ちょっと不安なんです。なんでよ。ということで、その VR 脱出ゲーム、本日はですね、はい、エニグマスフィア透明球の謎というゲームを体験させていただくことになっております。よし、じゃあ早速やりましょうか。はい、ホリエモンチャンネル。おげんさんの声がヘッドホンから聞こえる。俺の声も聞こえる。ありがとうございます。はい、ボイスチャット対応になっておりますので、実際のゲーム空間上でお声を掛け合いながらプレイをしていただくことを推奨いたします。来た。やっと来た。はい。今この状態でまず周りの空間が見えてございますですね。はい。コントローラーをお渡しいたします。少々。チュートリアルに従ってプレイの操作方法をこれから教わる形になりますので、チュートリアルに従って進めていただければ問題ないと思いますので、よろしくお願いします。はい、あ、今、かぶってない？あ、ちょうど位置が回って、位置がかぶってますね。あ、いた。じゃあ、ここにスタートします。はい、いただきます。スタートします。諸君の任務は、機械生命体の目的を阻止するため、制御装置であるスフィアを全て破壊することで、これからアンドロイドの操作データ、諸君は速やかに操作方法をアップしてほしい。はい。どうやっていくんですか？だからボタンを押すんだろう。あ、次に、手のアクションについて説明する。台座の上にハンマーが見える。ハンマーに手を近づけ、トリガーを押し続け、ハンマーを持つことができる。奥の方に見える3つの透明な球体、それがスフィアだ。落とした。まずはスフィアの近くまで移動してほしい。お兄さん、私ポンコツだ。どうしよう。なるほど。え、もっと近づきたいのに近づけない。あ、やったな。やりたかったとこ行った。え、ちょっと。あ、壊しちゃった。ちょっと。それがエネルギーコア。近くまで移動してくれ。エネルギーコアに到着した。人類が勝利するためにはスフィアを破壊するだけではダメ。アンドロイドを自爆させれば機械生命体の侵略を止めることができる。アンドロイドを自爆させる方法。エネルギーコアに手を入れる。作戦に参加しているアンドロイド全員でエネルギーコアに手を突っ込んだ。手を突っ込め。手突っ込んだ。突っ込んでる。なんかブルブル震えてます。今ハンマー置いていい？うん。これで破壊できるはずなんだけど。なんか押す？あ、でもめっちゃ震えてます。あれ？ダメなのかな？え、なんか押します？あ、壊れた。壊れた、わー。練習成功だ。次はいよいよ実戦だ。え、そうなの？早くない？お兄さん、全然私できる気がしない。いや、ダメだよ。惑星破壊兵器周辺領域にてエネルギー反応の上昇を確認。機械生命体は人類領域への侵略態勢に入った模様。エージェント諸君、聞いての通りだ。速やかにスフィアを破壊し、機械生命体の侵略を食い止めてくれ。本日のゲームホリエモンチャンネルはここまで。今回のゲームホリエモンチャンネルは、よむねこ代表の新清さんをお迎えし、 VR 最新事情についてお話を伺いました。
今回プレイしたホリエモン絶賛のエニグマスフィア透明球の謎は、各ステージに置かれているスフィアという名の球体を破壊し脱出するというゲームです。2人協力プレイなどもでき、 VR 空間をよりリアルに楽しめる VR 脱出ゲームとなっています。大阪梅田ジョイポリスに常設されており、今注目のアトラクションです。ぜひ足を運んでみてください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？